道の駅南部にある南部サブロー高校構造。2020年1月撮影。南部高校は平安時代後期から鎌倉時代前期にかけての武将。増樹三味。南部氏の思祖。鏡炎光の三卵。自称四年、石橋山の戦いで源の頼朝に組みして先行を挙げたため、海の国南部牧を与えられた。この時に南部勢を称したという。 文治5年、欧州合戦で先行を挙げ、道の区国ぬかのぶ軍を与えられ、現在の青森県八戸市に上陸し、現在の道県三古軍南部町、相内地区に宿を取り、その後、欧州南部下の最初の城である平らが先城を築いたという。研究元年には頼朝に従って上落し、その後、自身は欧州にはほとんどを赴かず、鎌倉に在住した。また、 安ズ鏡同年6月9日条によれば、源の頼朝の鶴岡八万宮へのご得用に、再して、品野三郎高校が先人随病を務めており、この頃は品野を名字としていたが、安ズ鏡天九六年5月初日条の源の頼朝天皇寺三景に際には、南部政を称しており、この記事が加減となっている。また、天治元年、 六条八万宮造営注文によれば、列挙された、開国御家人の中に、南部三郎入道跡が見られる。死没年には、憲法三年十一月二十一日、家庭二年三月十八日など様々な説があるが、家庭四年二月に四大将軍、藤原頼常に従って上落したという説もあり、定かではない。死後、十三名を送られた。六人の息子がおり、 長男の行朝は、諸子のため一個子の祖となり、次男の御甲が三戸南子南武士を継ぎ、三男の実長は、八戸子の祖、四男の朝清は、七戸子の祖、五尾の宗清は、四戸子の祖、六尾の行連は、九戸子の祖となった。源の頼近。源の義光。源の乗清。源の清光。武田信義鏡炎光 和田義盛の姉妹。一条、忠頼よ秋山光町小笠原町清南部、高校第二局。行朝日工実町長清宗清行連。あず鏡において、篠の三郎と記載されているため、しばしば、志村光幸と表記されることがある。ありがとうございます。